汗だボールです。仕掛けていく、明治が来て、まだ、ヤウトさん、分析するのが大好きで、まあ、それは大きかったと思いますね。結構、早稲田の分析もうまくいったんですか？19年の決勝はもういかなかった。逆にそれ以外はうまくいったということですね。さあ、ここは明治ですけども、まあ、さっきもうちょっと、中の構成をスタートに使ってきたんじゃないかなというふうに。さあ、明治、深い位置、知事からの、ここはどうするか。もうイーブンでしょ。プッシュかけていきましたね、明治。まだ明治がプッシュかけて、今度はペナルティー取りました。ゲートも向こうで重くして。そうですね。はい。はあ、いろんな対策を。ですって、田中さん。なるほどですね。そういう練習が。で、今日はここ一つペナルティーは取られているんですが、このボールはマイボールは明治です。おお。あ、いいですか。そうですか。これ、忘れるです。走り合いも相良さん楽しみですね。そうですね、はい、まあ、特徴はね、お互い違うと思いますけどね、はい、なんか2人ともなんか意識するものがすごくあるみたいで、はい、ああ、ペナルティーでした。これさっき の早稲田からしますと、ノックオンのミスがあった分、はい、これちょっと助かりましたね。まあそうですね、はい、まあここしっかり出してね、強烈でした。ボールはなんとかミドルゾーンなので、あまりこう押しすぎるとこうすれ違ったりとかっていう怖さもありますよね。なるほど。バックローの後はちょっとこう顔を上げたくなる位置ではあると思います。なるほどね、はい、さあ、あと5メーター。すぐに出した佐藤一で、クイックで出す対応も今日は取ってますんで、ここは早稲田がマイボールです。なんでこの2分をどう過ごすかという、そんな緊迫感のある戦いです。自身のこれマイボールストレッチ、まあちょっと怪我が多くてですね、はい、まあ、なかなかチャンスなかったんですけど、本当にね、うん、最後の最後にこういうチャンスが来て良かったですね。もともとフランカーですね、はい、うわアドバンテ、早稲田ボールに対してこの仕掛け、まあ、そこに6番の木戸がね、田中さん今シーズン1年生になってますね。はい、そうですね、非常にタフな選手ですよね。これはボールが出ました。切手を置きながら、明治は向こう側に、スクラムから向こう側に全て人数を置いています。上げるストップ、まだボール入った。押し込んでペナルティー取りました。どう点を取るか。スタンドからも拍手、そろそろ行こうぜというこれ明治のファンからの後押しもあります。さあ来た、プッシュ、しまっていました明治ですけども、まあ、結局田中さん、まだ明治の方が仕留めきれてない感じですよね。そうですね、合わせたこのスクラムしっかり出したいですね。すぐに佐藤健二、拍手がこの総名戦、秋の総名戦は勝っている状況で、今日は早稲田がリードを取ってます。